教は探求者でございます。目指すものとしましては、より良い人生もしくはより良い生き方の探索だと、はい、で恐れるものが順応、罠にかかること、でドラゴン、まあ、ドラゴンっていうのは何か問題があった時どう対処するかは、放置回避、はい、意識の外に追いやる。エニアグラフでいうとタイプ7がこんな感じなのかなと。はい、まあ、9もじゃないですか。9もそうですね、はい、楽観な人たち、はい、ないものとするみたいな、はい、でその探求者の課題としては、より深遠で重大な真実に忠実に生きると、はい、で特別な才能としては自立心と野望だと、はい、前回までの4つ、幼子、孤児、戦士、援助者はエゴの部分でしたが、はい、次はソウルの方に向かって、要は4つの次の段階に行くわけですけども、はい、この今日紹介させていただく英雄の旅、ヒーローズジャーニーでも始まりがいいんですよ、はい、ザ・ジャーニービケイミングリアル、旅だと、はい、本物の存在になるためにと、はい、まあ、我々はどうやって本物を目指すのでしょうと、はい、というところで、探求者、本物を目指す入り口みたいな感じですね。はい、はい、そうなんです。で多分皆さん見てご覧になっていただいている方も、はい、いろんなところで日本では、はい、まあ、中学までは多くの人が多分敷かれたレールに近いところを選ばれ、生まれた、はい、エリアに沿ったレールで行くんですけど、はい、多分中学で初めて、中学3年生でこの選択が出てくる、はい、どこに進むか、うん、まあ、ここからですね、はいはい、探求者、探索とは憧れの気持ちから始まると。私たちは満たされない思いに苦しんだり、閉塞感や疎外感や虚しさに苛まれると、自分に足りないものを何と呼べばいいのかわからないまま、そのわからないままその神秘的な何かを手に入れたいと願うことがあると。はい、はい、そうなんですよ、はい、ほんとね、何かわからないけど、はい、何か虚しいんですよ、はい、で何かを求めて何かをやり始めるんですよ、はい、もう皆さん胸に手を当てて聞いてくださいと、はい、でシンデレラは王子を待ち焦がれた、ピノキオの生みの親であるゼペットは子供が欲しくてたまらなかった、聖杯を探し求め、ビジョンを求めて山に登り、英知を求め、未踏の地を横断し、ありとあらゆる分野で誰も成し遂げていないことを達成しようとするのは人間ならではの衝動のようだと、探求者は、まあ、そういう何か、はい、何かスピリットの、呼び声に反応する、高みを目指せ高みを目指せ、はい、という呼び声に、はい、まあ、高みじゃないかもしれないですけどね、探求者高みを目指せだけじゃないと思う、個性とか後から出てきます、はい、探求者が求めるのはより良い未来を見つけること、もしくはより完成度の高い世界を築くことだと。この探求者の衝動は、はい、ユダヤ教セデルの祝祭の時に唱えられる、来年もエルサレムでという美しい昭和でも明らかであり、聖地パレスチナへの文字通りの移住を切望する行動にも現れていると。聖地奪還みたいな、いや聖地があったとして、はい、その聖地で過ごすことだと、はい、まあ、ユートピアと言ってもいいんですかね、これは、まあ、聖地は本当にあるものですけども、はい、これをもっと現実的なところに落とすと、まあ、機会の平等と成功への足がかりを求めて、はい、アメリカ大陸に渡った人々も、はい、これと似たような衝動に駆り立てられていたと、はい、この衝動は上とか外に向かうもので、はい、目標は心に描く理想郷の実現だと、はい、今ない何かを手に入れるためにに外に行く、はい、上に行く、上海を渡れば何かあるかもしれない、何かあるかもしれない、でみんなが行ってる、はい、行かねばなりますよね、はい、今が不満なんですもん、はい、でアメリカの第35代大統領ケネディはエネルギーを活用して宇宙という未知の領域を目指したと、はい、で機会の平等を目指した社会制度を可能する
ニューフロンティアを作り上げようとしたのだと。でこれはまあいろんなところにあって、例えばこのマーティン・ルーサー・キングは私には夢がある、はい、みたいな話をして理想を求めましたしっていういろんな例が書いてあります、はいはい、でこの人は皆未知のものへの呼びかけに無関心ではいられないと。もちろん山の頂、辺境の地、未踏の地みたいな、その人によって思い浮かべるものは様々だろうが、そういった未知のものに照準を合わせている。それはその富、それがあれば全く新しい世界への扉が開かれてチャンスを手に入れられると信じている、はい、でまあ、富もそうですねと。お金があればなんか買われるかもしれないですし、はい、まあ、安全ですしね、安全は手に入りそうだ、はい、いや、じゃあそうでもない、そういう多分ここで言うそれはそういうものではないと思うんですよ。安全を手に入れるためのものではなくて、お金が手に入れば何か自分は変われるかもしれないっていう渇望はい、まあ、変われますからね、はいはい、未知のもの、お金を未知のものですから、未知のものと置いてるって形ですよね、はい、あと政治的自由とか、はい、経済的機会、意識の拡大、まあ、もしくは人によってはその悟りみたいな、はい、ニルバーナ、まあ、涅槃ですね、はい、まあ、向こうの岸という到達といった違いはあるだろうと。ただ単にその今以上のものを手に入れたいっていう漠然とした憧れに突き動かされる人もいるかもしれないと。私たちは、まあ、この幼子と時に、幼子って、はい、基本的にはその何か望んだものは全て手に入る状態だったものが、はい、どこかで突き落とされるんですよ、はい、願いが叶わない、はい、みたいな、これまあ転落なんて紹介をしたんですけど、私たちはこの転落を経験する以前の無垢な時代への憧れを抱いて旅を始めると、はい、まあ、もう一回思い通りになるようになんでしょうね。それはそこがあるかもしれない、あるかもしれない、はい、はい、その何でも思い通りになる、お金があれば思い通りになるとかみたいな感じじゃないですか、はいはい、に憧れを抱いて旅を始める。人生における探索や懸命の努力のほとんどはこの欲求がきっかけとなっていると。ただし何を手に入れてもその思いが満たされることはない、はい、愛も仕事も地位も苦労の末に成し遂げたことも私たちを探索へと誘って旅立たせることはできても憧れの楽園をもたらしてくれることはないからだと。だが私たちが自分に正直になって本物の自己を生み出せばこの切実な思いを満たすことができる。自分には何かが欠けている、結びつきを断たれている、分断されているっていう思いがあるからこそ私たちは完全なものや結びつきに憧れ、その憧れは外界の楽園を手に入れたいっていう欲望に投影され、本物の問題は自分の意識をエゴの現実を超えたところまで広げることだと気づくまでは満たされないものだと。私たちに必要なのは自分が求めるものを内界、こういう人たちはずっと外外って言ってたんですけど、はいはい、違うと、はい、中だと、外に行ってもないよっていうない、はい、中だと、中だって見つけることであり、それができなければ外界の楽園は永遠に見つからないだろうと、はい、そのためにも英雄の人生を歩もうというコールに応えなくてはならないと。なので多分これ言ってるのは追い求めて外に出て初めて、はい、中じゃん、はい、結局満たされないじゃんって話ですよね。でそうすると今度は自分を満たすためにはどうしたらいいのかで中に探す。でもまあ出ないとわからないって話なんでしょうね、はい、まあ、出ることでわかる、出ることで、あ、はい、出ることでわかる、はい、そうなんですよね、はい、多分もう本当は言いたいことは多分これが全てなんですよね多分、はい、まだ話は長いですけど、ね、長いんですけど、はい、多分探求者の本質は多分この辺、はいはいはい、で、まあ、探索への誘う声はあらゆる世代に耳が届くものだが、その声をはっきり聞き取るのは思春期の終わりから青年期にかけてだろうと、はい、なのでまあ年齢的に言うとどうなんでしょうね、高校を卒業して、はい、
大学、まあ大学、まあ、大学ぐらい、まあ、社会に出るタイミングぐらいな感じなんですかね、はい、この探検に向かうにあたって新しい場所、新しいアイデア、新しい体験の探索にこれがふさわしい時期であり、世の中のことを学ぶにふさわしい時期でもあると。旅をして物事を学び、実験を行う、まあ、自分を試すっていうことなんですかね、はい、幼い頃から健全な自我が育まれるような環境で育った若者は胸を高鳴らせながら危機としてこの、まあ、自分を試せみたいな、はいはい、とか、まあ、新しいことをやりたいみたいな呼びかけ、うん、コールに応じることができると。喜びがあまりにも大きいせいでこの新しい冒険を、まあ、危機としてそこに向かって、はい、将来を不安に思う気持ちや安全な場所を離れたくない、まあ、パパの元を離れたくないみたいな思いも断ち切って、はい、旅立つことができると、はい、ただまあこの自我の発達が十分と言えない若者の探求者は意気揚々と壮大な冒険に出かけるほどの勇気や自信を持ち合わせていないかもしれないと、まあ、その経験は恐怖に満ちたものとなり、最初の一歩が世界を巡る旅というよりも障害物に怯えながらただの移動と感じるかもしれないと。中にはオズの魔法使いのドロシーのように孤児になったような気分で偉大な魔法使いに家へ帰る方法を教えてもらうための旅のようなものもいると。放浪の旅に出たいという思いは成人期への移行期間と同じように、これは中年期、はい、まあ、我々ぐらいですかねにも込み上げてくると、はい、例えばこのパートナーは本当に自分にふさわしいパートナーなのかとか、はい、今までやってきた僕のキャリアは本当に僕がやりたいと思ったことなのか、はいはい、みたいなのを、はい、まあ、今の私みたいな感じなんですかね、はいはい、20年今の仕事をやってますが、はい、今の仕事っていうのはこの動画じゃなくて、一応広告の制作会社でライターとかディレクターとかをしています、はい、これでよかったのって、はい、君コメディアンになりたいって言ってたじゃんみたいな、はいはい、なんでやってないの、はい、って、うん、それは自我が自我何かがっていう自我がって話ですよね。怖くて出れないのは自我が、まあはい、生存本能です、はい、守ろうとしてます、はい、これ何を守ろうとしてるんですかね。だからこの自我の部分の成長をさせたらいいんじゃないですか、はい、自我っていうのは幼子、エゴ、戦士、はい、その辺の援助者、あ、そっか、このここで旅立つ準備ができて初めて外に出る、はい、出れる、はいはい、何かのコールに、はい、でここが弱いと勇気が出ない勇気が出ない、はい、みたいな、世の中は障害物ばかりだ、はい、という思いに苛まれる、ただ移動するみたいな状況になったりする、はい、書いてありました、はい、中年期を迎えた大勢な人々と、はい、若年期の少なからぬ人々はそういう、なんて言うんでしょう、はい、多分ね、この今僕の思ってる、はい、なんか虚しいみたいな、はいはい、そういうのもこれはコールなんですよ、はい、コールなんですよ、何かが僕に、はい、呼びかけてるんです、はいはい、ただこのコールを耳にしても旅とは両立できない責任、はいはい、子供の世話、仕事、ローンの支払い、はい、僕は77歳まで、はい、家のローンがあります、はいはい、親の介護、はい、同居してます、はい、まだ2人健在です、はいはい、に折り合いをつけなくてはならないと、はい、冒険なんて夢物語だよ、はい、と感じる人もいるだろう。もう一度勉強したい、なんか宅建とか勉強すると、はい、もしかしたら有利かもしれないとかね、はい、そういうコールもある、はいはい、で、うん、ただもう一度勉強したいと望んでも、いや子供大学に行かせなきゃさ、はい、とかで仕事をしなきゃいけない、旅をしたいがローンの返済が先、はい、探索をへと誘う声は様々な形で届けられる。その内容は常に同じでも、もっと高いレベルで力を発揮しなさいとか、もっと意味と深みのある生き方を求めなさいとか、ありとあらゆる声であなたをに呼びかけてくると、はい、ペルソナの奥にいる本当の自分を見つけなさいとかね、はい、はい、